こんにちは、チュンコロモチです。夢だった田舎暮らしを30歳でスタートしました。今回は別荘地に定住したら最高だったというお話です。動画の後半にはこの場所に住んでみてのネックな部分についてもざっくりお話ししています。それでは行ってみましょう。私たち夫婦は2020年の1月末に伊豆市に移住しました。これ初めて言うんですけど、引っ越したのは別荘地です。他の動画で詳しくお話ししてるんですけど、5、6軒のお家を内見して今暮らしているこのお家に決まった感じです。最初にネットで物件をチェックしたんですけど、伊豆市とか伊東市などは別荘地が多かったですね。普通のお家と別荘地のお家との違いっていうのは、まずは管理費があるかないかっていうところですね。別荘地はほとんどの場合に管理費がかかります。別荘地内の道路の整備とかお掃除とか、あと木の伐採、ゴミの収集なんかのための費用ですね。別荘地ではないお家に住んでも自治会費とか町内会費ってあると思うんですけど、これ意外と何者なのかわからない方もいると思うので、ウィキペディアから抜粋しますと、自治会とは住民等によって組織される親睦共通の利益の促進、地域自治のための集会会合となっています。自治って何かっていうと、自分たちのことを自ら処理すること、行政や事務を自主的に行うことだそうなんですよ。まあ、つまりは地域の集まりとかお祭りとか地域内のパトロールとか、あとは町づくりや町おこし、環境維持などのための費用っていうところですかね。私たちの住む別荘地には自治会がないので、かかるのは管理費だけです。我が家の場合だと月に5000円です。金額は別荘地によって違うのと、私たちが住んでいるこの別荘地の場合はお家の面積でも変わってくるみたいです。この管理費、お家を所有している限りずっとかかります。なので最初はうーんって感じだったんですけど、何で納得したかというと、私の場合は毎日ゴミを収集してくれる、しかも2回っていうところです。なんだそんなことって思う方と、めっちゃいいじゃんって共感してくれる方と分かれるかもしれないんですけど、私にはこれはもう最高の待遇でした。例えばビールの空き缶とか生ゴミとか、次のゴミの日まで待たなくていいんですよ。家の外に出しておけば収集してくれます。あとこの別荘地の定住者は年配の方とかお年寄りの方も多いんですけど、この管理費によって運営されているバスが週に2回この別荘地からですね出ています。私たちはここら辺では若手で車もあるので利用したことはないんですけど、毎週違うスーパーとか、あと郵便局とかもね寄ってくれたりするみたいなんですよ。これなら車がない方とか自力でお買い物に行けない方でも安心ですよね。さらに週に1回移動コンビニが来ます。ちょっとした食材とかお惣菜とかアイスクリームとかも普通に買えます。あとは入会すれば生協さんも来てくれるので、毎週しっかり食品とか日用品とか手に入れることができますね。はい、ちょっと長くなりましたが管理費のお話でした。その2なんですけど、定住者ばかりではないので人口が少なくて静かというところですね。これはまあ住むところによって別荘地じゃなくても人口が少ないとか静かとか全然ありえると思うんですけど、あくまで我が家の場合で私が感じたことです。まずご近所さんって近すぎると気を使いませんか？ちょっと離れてた方が気が楽ではないですかね。ここの別荘地は聞いたところによると3分の1くらいの方が定住されてるみたいです。我が家でいうとお隣さんまでの距離は結構ありまして、歩数でいうと30歩分ぐらいの距離があります。近所付き合いについては他の動画でもお話ししたんですけど、近寄りすぎず離れすぎず、みんなそれぞれが自分の暮らしを優先して楽しんでいる印象です。人の数としては散歩に出てみると誰とも会わない時もあれば、まあ、3、4人とすれ違うこともあるっていう感じですかね。お散歩をしているご夫婦とか、あと犬の散歩をされている方もちょこちょこ見かけますね。車の交通は非常に少ないです。夜7時か8時を過ぎるともううちの近くに通る車はほとんどなくて、まあ、通るとしたらパトロールカー、このパトロールカーも先ほどお話しした管理費で運営されているもので、1日数回巡回している様子ですね。私としては街の喧騒から離れて静かな山に暮らすのってすごく最高です。
自宅で仕事することが多いんですけど、ちょっと疲れたら例えば外を見れば木とか山の景色、あと鳥とか虫の声にも癒されて、空気もなんだか綺麗な感じがします。仕事に出かける旦那さんからすると雨が降ったら嫌かもしれないんですけど、家にいる私としては雨さえ楽しめちゃうって感じですね。雨音を聞きながら、まあ、ショパンとかはちょっと聞かないですけど、まあ、温かい紅茶でも入れてお仕事しています。旦那さんにも別荘地に住んでみて良かったことって何か他にあるって聞いてみました。先ほどもお話ししたんですけど、やっぱり自治会がないので自治会費がない、あと地域の草刈りとか消防に駆り出されることがないっていう点がいいっていうことでした。寄り合いとか会合なんかがあると必要以上に地区内の人と関わらなければいけなかったりとか、体裁を気にしたりとか、結構面倒くさいこともあると思うんですよ。でも私たちの住むこの別荘地だとそれがなくて気楽に暮らせています。はい、お次なんですけど、これはおまけというか完全に私の個人的な高ポイントなんですけど、変わった家が多いっていうところですね。住宅街と違っておしゃれなお家とか変わった作りのお家とか多いんですよね。もうお散歩してるだけでも結構楽しくて、人のお家とか空き家とか眺めてワクワクしています。まあ、私古い建物とか廃墟とか見たり写真を撮ったりするの好きなんですけど、まあ、そういったお家も結構あるので密かに眺めて、楽しんでいます。余談ですが、山なのでお散歩がてら山菜を摘んでくることもできます。ブログにも詳しく書いてるんですけど、例えばノビルをたくさん摘んできてタルタルソースを作ったりして季節を満喫しています。で、この動画では別荘地に住んでみて良かったことをお話ししたんですけれど、ちょっとネックかなっていうことも簡単にまとめてみます。これもあくまで我が家の立地で私が感じたことです。まずは1、別荘地にたどり着くまでに山道が続いている。車で5分くらいのくねくねした山道があるんですけど、そこから出入りするんですよね、この別荘地に。なので、うちの旦那さんとか、あと勤めてらっしゃる方は毎日このくねくねの山道を行き来する必要があります。普段から交通事故に気をつけるのはもちろんなんですけど、雨が降ったら土砂崩れとかも怖いですよね。人を招くにしても初めての時は、まあ、大なり小なりびっくりされる感じですね。そして2、公共交通機関を使いにくい。別荘地の中までは公共バスは来ないので、もし車もなくてどうしてもバスに乗らなければいけない場合は、歩いて先ほどお話しした山道を下る必要があります。まあ、ここに住んでる方でそういう人はなかなかいないと思うんですけど、仮に徒歩で山道を下ってバス停まで行こうとすると早くても30分かかります。うちには車が1台で旦那さんがお仕事で使うので、気軽にバスに乗れたらいいなって思うことはちょくちょくあります。お次はですね、3、もしも災害が起きたら、孤立する可能性があるというところです。山奥にある集落とかお家の場合はどこでもそうだと思うんですけど、もし土砂崩れとかが起きた場合には道が塞がれて孤立してしまう可能性がありますよね。万が一に備えて我が家では冷蔵庫についているものとは別で冷凍庫を用意して、ある程度の食料を備蓄しています。災害でなくても例えば、雪で道が滑るとか台風で外出を控える時なんかにも役に立つので、田舎暮らしに食料の備蓄は必要不可欠かなと思っています。こんな感じでもちろん若干ネックな部分はあるんですけど、それでもここにしてよかったって思うことの方が気持ち的には勝っています。まだ移住して1年経ってないんですけど、これから冬が来るので、もし何か災害とか困ったことがあったら、それもまた動画やブログ記事にしていきたいと思います。それでは今回はこの辺にしようと思います。これから田舎移住する方の参考になれば嬉しいですし、実際に田舎移住した方の暮らしやアドバイスなどコメントいただけたらありがたく読ませていただきます。取材をさせていただける個人の方やお店も募集しています。YouTube や SNS などで情報発信している方とのコラボも大歓迎です。詳しくはお気軽にご連絡ください。田舎暮らしや伊豆についての情報、あとペットの動画なんかも出しています。よかったらチャンネル登録して他の動画もチェックしてみてください。ブログも概要欄に貼っておりますので、ぜひ遊びに来てください。ではでは、ここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。